170秒でご案内いたします。いらっしゃいませ。東京タワー周りの東京行った時は何回に分けて行ったんですよ。分かんないですよ。ちょうどずっと待ってました。全く覚えてないですよ。とりあえずなんか緊張してるじゃないですか。はい。あ、でその後に自分の店に挨拶しに行かないといけなかった。下見に行ったここで行って、そこで事例もあったんです。なんとかしてできるのページみたいな。で、今から自分の支店に挨拶しに行かないといけないのに、自分の店の場所が分かんなくて、どこなんやろ、すっごい怖くて、そればっかり。その車は男の人。